帝国データバンク広島支店によりますと、先月の県内企業の倒産件数は前の年の同じ月より3件多い10件でした。前の年の同じ月を上回るのは6月に続いて2ヶ月連続となります。一方、負債総額は8億2400万円で、前の年の同じ月より 31.8% 減少しました。倒産した企業は業種別で、小売とサービスが3件ずつで最も多く、主な原因はいずれも販売不振だということです。帝国データバンク広島支店は、ポストコロナに向けた経済活動が正常化し、インバウンド需要も回復しているため、幅広い分野で業績は持ち直していると話しています。その一方で、深刻な人手不足で人件費が高騰し、物価上昇が想定以上に長期化している、多くの企業は備える必要があると指摘しています。